北海道紋別市で行われた将棋の名人戦第5局は、藤井聡太八冠が勝利し、名人を初防衛しました。名人戦7番勝負は、これまで藤井八冠が3勝1敗で第5局に臨みました。挑戦者の豊島将之九段は、5年ぶりの名人返り咲きを目指していて、第5局は、両者負けられない戦いとなっていました。午後8時前、豊島九段の攻めをしのいだ藤井八冠が勝利しました。藤井八冠はこれで名人初防衛です。